辛いとき苦しいときほど口角を上げると、えー、状況をね、少しでも楽観的に見られるようになります。そして、えー、この微笑みということ、あるいはその笑いということ、これは不安とか、そういう、 否定的なネガティブな感情を乗り越えるために進化の過程で我々の脳が身につけてきたものなんですよね。ですのでどんな時にも微笑みを忘れないようにそれは例えば森の中の植物を育む太陽の光のようなものでたとえ上を木の葉っぱが覆っていてもそこからこもれてくるこもれびこもれびこそが林のの 下にある植物に恵みをもたらしたりもします。えー、何かいろいろ大変なことがあって、そして、えー、太陽の光が直接来ない時でも木漏れ日をもたらすことによって命はつながっていく、えー。そして木漏れ日というのは我々人間にとっては微笑みであり、そして、えー、笑顔であり、えー、そして、えー、笑い声なのかなと思います。 どんな時でもそのように自分自身で木漏れ日を作る方法を忘れないようにしたいなと思います。皆さん辛らい時こそ苦しい時こそ木漏れ日を自分で作って笑顔として木漏れ日を作ってそしてやるべきこと助けなければいけないことそれをしていけたらいいなと思っております。